皆さんこんにちは。今回は、マイクラ実況パート2ということで、まずは、単発実況からシリーズ化されたことが、とても光栄だなと思っています。パート1の視聴回数がまだ2桁なのですが、さすがに江戸時代クラフトの蓋の前になるのは、さすがに視聴者に嫌な思いをさせてしまうと思いますので、パート2を作りました。で、今回は装備がまだ裸なのですが、洞窟探検に行こうかなと思います。では早速本編に行きましょう。前回は、キコリと、ベッドを作るところで、とりあえず、ベッドを作ったなら家もいるかなと、思いましたので、適当に簡易的な家を作りました。とりあえずまだコメントが来てないのですが、今後増設するためにこのような形にしました。そして、かまどと作業台をこのように置きました。あとは、お店できてないですが、川沿いに畑を作りました。後々この畑で採れた小麦だけで食料は賄いたいです。とりあえず、これで振り返りは終わり。今回は、洞窟探検ということなんですけど、洞窟の場所は少し家から離れたところにあります。少し、森林から離れたところにあります。こちらです。とりあえず、入っていきましょう。早速、鉱物が見つかりました。こちらに、マイクラの一番ステータスの低い鉱物、石炭です。しかし、石炭はかまどの燃料や、松明を作るために非常に重要な鉱物です。なので、最初のうちは見つけたら進んで取りましょう。取り終わったので、早速仲間で進みましょう。このように松明をつけながら進むと、帰る時に非常に楽になります。こちらに、鉄鉱石がありました。しかし、マイクラのアプデで名称変更されまして、今は原鉄に変わりました。1個しかありませんでしたが、鉄も序盤から必要な鉱物です。今は下にゾンビがいるのですが、下には大量にゾンビ以外のヤバいやつもいるので、気をつけていきます。石の剣なら余裕です。また鉄が見つかったので、ホリホリします。うわ、2匹もいる。そういう時は真ん中に土を置きます。こちらには、最近追加されたアメジストの部屋です。とりあえず、また鉄が見つかったので掘ります。とりあえず、アメジストの部屋の中に入ります。中に入ります。このアメジストブロックは、中で歩き回ると音が流れます。この音が好きな人もいるらしいですが、僕は鬱陶しいと思いますので、もう少し音をおとなしめがいいです。そしてこのアメジストを取って、作業台でアメジストを組み合わせると、アメジストブロックができ、そこでまたアメジストを育てることができるみたいです。合っているかわからんけど、帰ります。もうお腹いっぱいです。雲が出てきました。また石の剣で倒します。松明を置いておいたので、帰りが楽です。編集中に気づいたのですけど、すげえ編集ねえなと思いました。カット編集ぐらいしかないので、楽に編集ができています。だいたい、2から3時間ぐらいで編集が終わっています。収録は30分ぐらい。短い。まあ、学生なので編集する時間がない。そういえばいつの間にかTwitterやってた。全く時間あったわ。そして、もうすぐで地上に出ます。外に出てきました。月が沈んでます。夜中だったら終わってたんですけど、まだ明朝なんでモンスターの脇が少ないです。家が見えてきました。今から、洞窟で採れた原鉄をかまどで焼きます。動画でカットされていた分もありますが、鉄は本当に取っておいた方がいいですよ。もう一つかまどを作ります。効率化して元の2倍速度を上げます。そして、次回に向けて砂を焼いてガラスを作ります。何を作るかは次回で作ります。ではご視聴ありがとうございました。